はい、タイガーです。というわけで、本日無補正ということでね、こちら使っていきます。はい、久しぶりの無惨ということで、いやもう懐かしいですね、この無惨さん。はい、まあ無惨ね、正直今の環境使えるかわからないんですけど、まあ今日ね使っていって試してみようと思います。それではさせていきましょう。レッツゴー。さあ1試合目ヌラリということで、ヌラリってほとんどデッキ構築一緒だから負けたくないよねこれ。でも普通にリアン打つかも。でちょっとねオーダーをね俺覚えてないんだよな全然。外周1枚2回コンボ50杯かね。はいはい、なるほど。あ、トウヤ行ってもいいねこれ。トウヤ行ってブラジェ行ってテルラにするか。いやこれブラジェでかいな、普通にブラジェでかいな。これでもうコンボ2回は確定みたいなもんですね、ブラジルのおかげで。相手もブラジルを打ってくると。よし、引きがいいもんね、そもそもトゥールラとリアン引けてる時点で、ね、勝たなければならない。よしよしよし、さあこっから相手がトゥールラ打ってくる。ただこっちもトゥールラで、しかもこれね何が強いって、相手次2枚召喚入るんでトゥールラのコンボ強くなるんですよね。そうで、しかもだから相手のコンボ結局 5体になるんで、トゥールラがね800だから4000出るっていうわけですね。だからもう右下 X とか打ってくるんだ、打ってくるんだ。そろそろ俺だ、あわよくばダブコンできるぞ。いやこんなん取って、取るしかない。あーダブコンはできず、ダブコンはできず、まあ取るでしょ。よいしょよいしょ、回復毒。はい、これ勝ちました。こっから負け筋は何やろ、つくよみとか。オッケーオッケー。でこれは半分切ったんで吸収も入ると、まあ適当にウィーブでも打っとこう。よいしょ、で吸収も入れて、よし。でこれ相手はもうウィーブ取るしかないんですけど、ウィーブ取ったらトゥールラコンボ開くんで、どっちにしろコンボは4000一旦食らうって感じですね。ですね、吸収入って毒食らうけど、まあそれは余裕で耐えてイグナッツで終了と。いいね。まあでも引き的にはもう俺の方が S1 枚多かったとはいえ、まあぼちぼち。よし、ということで対戦アーザーした。なんでもいい。さあ続いて神殴り。やっぱ神殴りと当たるってことだけ考えると、ウィーブのところをつく読みにするとね、なかなか安定するんですけど、そうだけどつく読みにしたらね、メルベ対面がマジでカスなんですよね。だからそこが難しいんだよね本当に。リアン引くめっちゃ強い。まあリンリンするかな。上伸ばされたらだるいけどな。上伸ばされて春秋とかだったら結構だるいですけど、まあそれもだるいがまあ許そう。ブラジェ行こう。行ってこい。さあ吸収入れて毒も入りますよと。どうしようかな、まあ、リアン置くしかないよね次。
やーべ、やーべえことになった。その 1.4 はえぐいわ。どうしましょう。今リアン撃つしかないよな。それはまずいわ。やばいってレベルじゃねえな、それ。どうしよう。バフバフなんですけど、耐えれないですけど、そんなに。あ、俺見えたわ、こうやわ。すみません、僕見えました、勝ち筋。こっちですわ。怪しいものではない。私は皆に服を届けに。待て、なぜ逃げるのだ。僕見えたわ、勝ち筋。これ甘く見ないことです。そっちからなら余計勝ち筋あるぞ。よく考えろ。よーく考えよう。いや、でもこうでいいな、別に。次足りるよね。 OK、 吸収入って毒も入るから OK、 勝った。あ、どっちにしろ今ね、 B1から詰められてても、リアンコンボでフグムリに当ててどっちもコンボ1枚返しだったら耐えそうだし、うん、まあどっちにしろ勝ってたでしょ。楽しい時間を過ごそう。で、ちなみになんですけど、これ飛ばせますよね。いや、ファビオよりはこっちだよ。うん、さすがに飛ぶか。よし、ということで2連勝対戦、あざした。さあ、続いてマニアということで、また同じようなデッキなんでね、これは負けたくないですね。そうだから、魔獣で組むってなった時に無惨が一番強いなら、まあ無惨を使うべきなんですけど、これでマニアの方が強いってなったら、まあ無惨なんて価値がなくなってしまうんで、この戦いは絶対に負けてはいけない戦いなわけですよ。明るい未来を刻みます。ウィーブー、ちょっと怖いけど、まあそうっすよね。でもこれウィーブ引いたらしゃあないよ。で、マニアが出てくる。よし、まあウィブ行きましょう。ブラジ引いたらブラジから行きたいな。引けない。よし、じゃあウィブ行きます。てか今まで連チャンでウィブ、ブラジ引いたの偉いな、結構。よし、でターン数あんまかけたくないな。ターン数かけなければかけないほど、うちの無惨の方が後が出るんで、めちゃくちゃ手駒重たいけど、そのトゥールラは話が変わってくるわ。いいね。罠置かれたらちょっとしんどいな。3100出るからな。うわ、フェルム吸収きた。2400強い。どうしよう、まだ出せないよね。ダンフェルグ取っとくか。まあ殴ってなんぼなんでね。で、角取られるでしょ、これは。アルカードが弱いんで、角から来そうなですね。よし、でこれ半分切るんで、イグナ行って、根核を置いてみたいな。うわー、じゃあもうリアンだ。じゃあリアンだ。吸収も入れて、回復も入れて。いや強い。勝ったなー。これ S 全部引いてもた。相手もリアン出してくる可能性はあるけどな。
まあ、かといっても勝ったでしょさすがに。うん、つく読み出されても毒だし、そうやな、もう相手繋がせれんもんな。そんな、うーん、どうしましょうかね。まあ雑にイグナス打っとくか。よいしょ、 OK。 で次相手どこいてもね打ち込む繋がるんですよね。これどこいてもバイセ繋がる。うん、で合ってるよね。うん、なんでこれは勝ちですね。でもオーダーシー発動せずに終わっちゃうのか。今回多分まだコンボしてないんで、まあ、コンボせずともこんだけ削れるっていう。よし、まあこれバイセとウィルボスカヤで勝ちですね。よいしょ、いやー強いね。3連勝ということで対戦アザシャ。さあラストメルベーということで勝って終わりたいね。よし、アルカで行こう。いや確かに今日そもそも動画が5連勝から始まってるんで、これ勝ってば9連勝っすね。よし、アルカドカでいこう。しかも引きがちょっと今日良きだわ。うん、しっかり S2 枚出せてるから、そう、ムーザンリーダーで S2 枚出せてるってことは安定で S3 体出せてるんで気分がいいっすね。さあトーヤが出てきた。まあリアンでいいのでは。うん、まあ、リアン行きますか。よいしょ、リアン行って、あれ今日思ったけど初めての高校か。なんか先行やっとったイメージあるな。はい、フェルグ来た。そのフェルグだるいな。結局フェルグ強すぎるんだよな。だからメルグが消えねえんだよな。さあ引きは？楽しい時間を過ごそう。楽しい時間か。宴の時間だ。ちょっと難しいな。どうしよっかな。愛し引かれた。まあ次バイセでも打とうかな。俺罠入れとったっけな、このデッキ全然見てないわ。さあ、おっと回復を防いでくる。うちのリアンの回復が、あ、もう終わったんか。うち、うん、なるほど。その未来意外と厄介になる可能性はあるのか。まあ取ればいいか。別に取ってしまえばいいや。お話です。さあ罠来るのか。罠来ず。罠来ずなのでバイセさんつなぎますか。リーニーさん、いや、もうこんなもん、いったもん勝ちやで。よいしょ。いや、これ結構勝ち筋見えたくね？だって1万7000って2ターンじゃ削られんからさ。大体、どうだろう。でも、そうよね。で、これで俺半分切るわけよ。で、これで俺半分切ります。で、イグナーツいきますよ、これ。これでイグナーツで当てる。OK。で、C も発動する。D も発動する。行ってこい。これで、バイセコンボで吸収入れて、毒も入れると。で、どっちかコンボ残る。で、バイセ持ってる。OK。
え、これやっぱさ、だから無惨強いんだって、みんな。みんな使ってやん。いや、無惨ほんま見んけど、俺前から言っとるやん、無惨強いって。ほら見て、これ負ける気がせんやん、こんなん。だからね、みんな使ってほしいな、もっと。よーし、今負ける気がせんかったろ、みんな見とって。はい、ということでこんな感じです。対戦あざした。